みなさんこんちゃん、アイルンチャンネルのアイルンです。やっほー。今日はミニブタのつくねくんのおトイレを紹介したいと思います。ミニブタはすっごい清潔好きで、皆さんが思ってる豚小屋のイメージとは全く違います。一応つくのお部屋2階建てで小屋作ってあるんですけど、1階がおトイレになっていて、2階が寝る場所、寝床になってます。犬用のトイレシーツがあって、その上で前はさせてました。鼻でホジホジしたり食べちゃったり、やんちゃなんです。はい、なんかトイレシーツって水分、おしっこを含むときにゼリー状になるんですけど、それが多分一回食べたときに美味しかったんでしょうね。なのでトイレシーツ食べちゃうんです。鼻の力がとにかく強いんですよ。で、鼻でガジガジこうゴジゴジゴジホ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 ジしてひっくり返したりとかね、して遊ぶ癖がついちゃったんで、絶対に鼻でほじれないだろうっていうものを作ってね、うちでは使ってます。それではどうぞご覧ください。トイレ掃除します。チックは綺麗好きなので、うんちとおしっこを分けてします。こっちがうんちコーナー。木の受け皿にワンちゃん用のトイレシーツを敷いていきます。結構多めに敷いてます。よいしょ。こういうケースに入れて、つくねが取れないように作ってあります。よいしょ。
え、もう飲んじゃったの？ちょっとお待ちください。それダメ。猫さんにしてて。